坂倉の不審は私も想定外。今季歴史的な投高打低のシーズンと言われ、多くの球団が得点力不足に悩まされています。その中でも広島は投高打低の煽りを最も受けるチーム。前半戦終了時点で首位と1ゲーム差の2位、チーム防御率はリーグ1位の成績を残しています。一方で打撃は14度の完封負けを喫するなど、チーム打率、本塁打数はリーグ5位、極度の頻打にあえいでいます。その原因の一つとして分析されているのが、主軸を担うことを期待されていた坂倉翔吾の不振。開幕かららしさを失った打撃を続けている坂倉が広島の頻打の原因とされています。そこで今回は現在話題になっているレジェンド前田智則が坂倉に放った本音についてご紹介します。あなたの意見をぜひコメント欄で教えてください。絶対的主力ながらまさかの大不振。新井貴浩監督1年目となった2023年の広島で話題の一つとなったのが、坂倉翔吾の保守専念。保守としてプロ入りした坂倉は2021年には一塁と併用でリーグ2位の打率をマークし、2022年は主にサードとしてチームトップの打率を記録するなど、打撃力を生かした起用法が続いていました。しかし坂倉の保守として勝負したいという意向も組み、2022年秋、就任したばかりの新井監督は坂倉を本職保守に専念させる方針を打ち出し、正捕手として坂倉を指名。すると昨季はブランクと戦いながらも正捕手として120試合に出場し、打っては打率2割6分12本塁打44打点をマークするなど、新井カープの主力として存在感を見せつけ、 A クラス入りに大きく貢献しました。その後球界でも数少ない打てる捕手として評価された坂倉は、11月に開催されたアジアプロ野球チャンピオンシップ2023の日本代表選手としてオーバーエイジ枠で選出されるなど、名実ともに球界を代表する捕手として成長した年としました。昨季2位と躍進を見せた広島の中心となった坂倉。当然今季優勝を狙うためには坂倉が打線の軸になることが期待されていました。また昨季4番を務めることの多かった西川龍馬が FA でオリックスに移籍したこともあり、坂倉の打撃にかかる期待はとても大きなものに。しかし今季の坂倉はここまでらしさを失っています。前半戦を終えた時点での打率は2割3厘、5月の月間打率2割6分1厘が今季最高で、6月は1割4分6厘、7月も2割ちょうどと、ここまでの坂倉のキャリアを振り返ると信じられないような成績となっているのです。またその坂倉の不振とともに不振を極める広島打線、4月にはリーグワーストタイとなる4試合連続の完封負けで4連敗を喫すると、30イニング連続無得点、前半戦で14度の完封負けを喫すると、チーム打率、本塁打数、得点の部門でリーグワーストを争う打線状況となっています。7月5日の中日戦での完封負けで無得点試合は17度目、今季の無得点試合率は 20% で、単純計算で5試合のうち1試合は得点が奪えない深刻な頻打。坂倉が例年通りの打撃をしていれば首位独走になっていたかもしれませんね。坂倉の不振の理由とは、 OB たちの見解。このようにこれまでない打撃不振に陥っている坂倉、その原因は一体何なのでしょうか。広島 OB の高橋義彦は、打席で構えている位置がベースを中心に構えている、あと20センチぐらい余裕があるから後ろに下がって打ってみてもいいんじゃないかなって感じもする、基本的にはまっすぐを打ちに行けてなく全部引っ張りにかかっているように見える、まっすぐピッチャーに向かっていく時間がないのが悪い点、それに対処するためにも打席を後ろで立つ必要があるのではないかと、アドバイス付きで坂倉の不振について分析。
また一部でキャッチャー以外のポジションを守ることで調子が崩れたと予想されていることについては、自分でキャッチャーをやりたいと言ったんだからそれは言い訳にならないと厳しいコメントもしています。また広島の OB の中でも屈指の打撃能力を誇った天才前田智則は坂倉の不振について、坂倉の不振は私も想定外、キャンプからずっと見てても今年はコンディションも良さそうだったし、キャッチャー再転向2年目ということもあり打つ方でも昨年よりも成績を残すと思っていたと坂倉の不振に驚いたとコメント。続けてこの不振は体力や衰えとかではなく最終的にはメンタル面なのかなと思います、また右投手のフォークに翻弄されていると不振の原因について予想しました。また坂倉復調の鍵について、キャッチャーでもファーストでもいいからとにかく打席に立つことが大事、中でも対左ピッチャーでは必ず起用してほしい、これまで相手投手が左なら相澤の起用が多かったが左投手でも起用してほしい理由は、右投手だと坂倉の苦手なフォークボールがある、フォークボールに対する恐怖心があるから坂倉は迷っている、左投手だとフォークボールを左打者に多投しない、ストレートかスライダーというコンビネーションになるのでフォークを考えないで良くなる、そこでストレートを踏み込んで打ち返して復調のきっかけにしてほしいと具体的なアドバイスとともに語ったのです。また2023年7月に民法で、もちろん若い選手全員に期待しています、その中であえて名前を出すとするなら今年からまたキャッチャーに戻った坂倉です。彼が扇の要で中心になってくれるといいものがたくさんお見せできるんじゃないかなと思いますと坂倉に期待を寄せており、坂倉との対談の際には坂倉の打席での考えにうなずく姿を見せた前田、孤高の天才も坂倉という選手を評価しており、早い復調を心から願っているかもしれませんね。坂倉の復活にかける広島首脳陣と OB、 今季打撃不振に陥っている坂倉、開幕24試合に出場時点で打率1割8分4厘2本塁打7打点に終わっていた坂倉に、ファンは1回2軍で調整した方がいいのでは、坂倉の不調と一緒にチームも貧打に、今季の坂倉はどうしてしまったんだ、休養がてらファームでやり直した方がいいなどと再調整を求める声も多くなっていました。しかし新井監督はリフレッシュを兼ねて試合から外して調整させる選択肢もある中で起用し続ける狙いはという首脳陣からの質問に対して、本人もいろいろ考えていると思うし苦しいと思う、考え方は2つあると思う、リフレッシュしてこいというのと、いやここ逃がさんぞという考え方が2つあると思う、自分は逃がさんぞと思っていると坂倉の2軍降格はないとバッサリ、また前半戦を終えた直後には後半戦彼の力というのは必ず必要だと思っている、苦しんだら苦しんだ分成長できる、自分が実際そうだった、たくさん苦しんでそれを乗り越えて後半戦からはまた新しいスタートラインに立つわけだから、そう思ってやってほしいと坂倉に期待しエールを送った新井監督、坂倉なしのチームプランは考えていないようです。また坂倉をキーマンに挙げているのは新井監督だけではありません。新井監督を支える名参謀藤井明人ヘッドコーチもその一人、藤井ヘッドは広島 OB 野村健次郎との対談で後半戦のキーマンについて聞かれると、もちろんみんなそうなんですけど坂倉選手と坂倉の名前を挙げました。続けて不振が続いてることについては、ファーストをやらせたりこちら側としては申し訳ないなと思うんですけど、でも彼の打撃もちろん買っていますし一本出てほしいなってと坂倉の復調を心待ちにしているようです。そしてただ待っているだけではないのが藤井ヘッド、6月には志願して2軍戦の打席にも立った坂倉の試行錯誤を繰り返す姿を藤井ヘッドはしっかりと見ていたようで、
このままで終わるかっていう気持ちは持ってると思いますし、去年も悔しい思いもしましたし、うちに秘めているものもあると思いますと、後半戦の坂倉の巻き返しに期待をしているようです。また前広島監督の笹岡慎二も坂倉を後半戦のキーマンの一人に挙げると、坂倉は捕手一本でやりたいということで、昨年出場した120試合中102試合でスタメンマスクをかぶりました。捕手というポジションは配球や投手とのコミュニケーションなどやらなければいけないことがたくさんあります。不調の原因はよくわかりませんが、ただ坂倉のバッティングはあんなものではないですよと語りました。そして自身の現状について坂倉は、結果が出ないのでよく見られないが最悪ではないと思っていると自己分析。チームは巨人に1ゲーム差の2位で前半戦を折り返し、昨季と同じ状況ですが、昨季は後半戦27勝27敗4分けで貯金を作れず、リーグ優勝を逃しました。悔しさを味わった一人として、自身の成績以上に求めるのが勝利。打てる打てないというより、勝つことがメインになる。そこに執着してやっていければ、チームが勝てればいい。そこにどれだけみんなが向かっていけるか、しっかり貢献していけるようにと、チームの主軸にふさわしい覚悟を口にしました。チームを勝たせる意識を持つ坂倉の強打がチーム不振の鍵となりそうですね。阪神とは真逆？選手を絶対にけなさない新井監督。前半戦終了時点で首位と1ゲーム差の2位につける新井カープ。そんな広島は昨季に引き続き新井監督の人柄がチームを動かしています。現在阪神では岡田監督が不振の佐藤輝明に毎試合のように苦言やぼやきを見せており、さすがに言い過ぎなのではないかという声もちらほらと出てきています。一方で新井監督はここまで紹介した坂倉の不振にも苦言を呈することなく、明るく葉っぱをかけ復調を待ち、選手や裏方、球団職員まで家族と称する気さくな人物。今季もスタメンの選手のみならず、出場機会の減ったベテランに対してもモチベーションを落とさないよう気を配っており、若手とベテランの融合に成功。ある球団 OB は、松山の一打でサヨナラ勝ちを果たすと、ベンチから若手が水やドリンクをこれでもかとぶっかけに来る。その様子は年齢差関係なく、選手同士のコミュニケーションが取れている証拠です。ベンチから頭ごなしに叱責するのではなく、出場機会を与えてモチベーションを保つ新井監督の姿は、令和型指揮官の鏡とも言えると新井監督の手腕を大絶賛しています。そして明るく優しい雰囲気の広島だが、決して浮かれてはいません。前室の OB は、昨季は一時首位に立った時期もあったものの、最終的には阪神に 11.5 ゲーム差をつけられた広島は、その反省を生かして、藤井ヘッドは現在の順位にも決して浮かれず、今は死んだふりをしていればいい。残り40試合を切った8月中旬からスパートをかけようと新井監督に進言。全幅の信頼を寄せる名参謀の考えに指揮官も賛同していますと気を引き締めている広島首脳陣。ここから広島の快進撃が始まるかもしれませんね。いかがでしたか？若手とベテランの融合に成功し、時代に順応したチームを作り上げた新井監督。坂倉もこのストレスのない環境で、自身の打撃は不調ながらもチームの勝利を第一に考える捕手に成長しました。あとは坂倉が復調すれば、広島の優勝も現実味を帯びてくるのではないでしょうか。後半戦は広島の戦いぶりと坂倉の活躍に期待したいですね。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。